皆さんこんにちは。2023年合格目標、賃貸不動産経営管理士、夏から始める一発合格学習プラン、宅建知識を生かして効率学習と題しまして、賃貸不動産経営管理士についての、学習方法等についてですね、ご案内をしていきたいと思います。あとはですね、実際に宅建試験で出てきた問題と、あとは賃貸不動産経営管理士の過去問の比較というのものもね、行っていきたいと思っております。担当はレック専任講師の有山です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では基本的にはですね、このような形で私もちょっと移りつつ時々消えつつではあるんですけれども、レジュメを使ってですね、賃貸不動産経営管理士と、あと宅建士資格試験ですね、宅地建物取引士資格試験との似通っている部分ですとか、どこの部分をね、学習を省略して賃貸不動産経営管理士を目指すことができるのかっていうようなポイントを、30分程度でお話ししていきたいと思います。まず基本的にね、使用していく、レジュメはこれだけなんですけれども、後半で、一部過去問についてもご紹介しますので、そのあたりもね、チェックしていただきたいと思います。まずはじめに、宅建試験と賃貸不動産経営管理士試験のスケジュールについて確認をしておきたいと思います。宅建資格試験に関しましては10月の15日ですね、そこから35日後、約1ヶ月後に賃貸不動産経営管理士の、試験日となります。こちらは11月の19日、同じく日曜日です。概要としましては、こちらはね、賃貸不動産経営管理士の概要になっているんですけれども、日にち等はね、いいと思うんです。出題形式が四試択一マークシート式、そして試験の構成がですね、50問2時間、これがですね、まず宅建士と出題形式が同一なんですね。なので、マークシートで、4つの選択肢が与えられますので、どれが正しいのか、あるいは誤っているのかっていうのを見抜いていってチェックをしていくっていう、まず形式が全く同一ですから、宅建士資格試験を例えば今年受験されるような方、あるいは去年ですとか直近で受験したことがある方に関しましては、その試験慣れをある程度していますので、賃貸不動産経営管理士の試験に関しましてもスッとね、入っていけるんじゃないかなというところが、まず似通っているポイントの一つ目になりますね。とはいえ、四試択一式で一緒だから、じゃあもう全部簡単にね、解けて宅建持ってればすぐ合格できるのかっていうと、やっぱりね、試験の出題範囲っていうのがちょっと異なる部分がありますので、その辺を効率よく、ご自身にとって宅建の知識だけでは足りない部分がね、どこなのかっていう、ご自身の知ってない知識、知らない知識がどれなのかっていうのを見抜いていくのが、また一つポイントになります。具体的にはどういう内容が出題されるのかと言いますと、管理受託契約、実際に宅建業法では賃貸の管理、つまりオーナーさん、大家さんから、賃貸についての物件の、管理をもらってくるということに関しては、宅建業法は宅建業の取引とはしておりませんので、今までこの賃貸住宅管理業法という法律ができたんですけれども、その法律ができるまではあまりこう制約がなかったわけなんですね。特別ルールはなかった。だけどそれではまずいよねということで、その賃貸の管理を受託する場合には様々なルールができたわけです。その管理の受託契約に関してメインの出題となってまいります。さらに管理業務として行う、その賃貸住宅の維持保全や、やっぱりここ大事ですね、家賃ですとか敷金、共益費等々の当然金銭の管理も管理業者はしていく形になりますので、そのあたりも出題の、メインとなってまいります。あとはそうですね、賃貸借に関してや法律について、さらに賃貸住宅の管理の実務ということで、実務的な内容からも出題が出ている、出題されているというような状態でございます。直近の合格者のデータ、合格の推移としましては、今ねお見せしている通りなんですけれども、例年ですね、徐々に直近で見ていくと、徐々に合格率が下がってきている、つまり難易度が上がってきているというような状態になっております。
まあ、もちろんあの注目度もね割と上がっておりますので、直近では3万人程度の、ね、申し込みになっております。そして合格ラインなんですけれども、令和3年がねちょっとこう大変な感じになってしまいまして、50問中40点を取ることが、まあ、合格のラインになっていたわけなんですが、昨年は一点あのかなり難易度の高い問題にあの変化しまして、まあ、34点が合格ラインというふうになっております。まあ、おそらく今年もその合格率に関しましては明確に何パーセントっていうのはですね、実際に蓋を開けてみないとあの分からないところではあるんですけれども、まあこれまでの流れでいくとおよそ 20% 後半、まあ、25% 程度になるんじゃないかなというのがこの推移からちょっと見えてきたりしますよね。まあ、もちろんね、昨年と同様の合格率になる可能性もあるかなと思います。そしてページをね進めていただきまして、2ページ、宅建の、学習経験者の方に対して今回は、メインでねお話をしていきたいなというふうに私は考えているんですけれども、宅建のねすでに学習をしている方、例えばあの今年宅建試験受験しようかなって思っている方や、あるいは昨年宅建は取れたから今年また別の国家資格をっていうふうに考えていらっしゃる方、すでに宅建の知識に関してはある程度、まあ、ご自身の中にあるわけですね。もちろんあの昨年受験したって方ちょっと忘れちゃってる部分はもちろんねあると思うんですけれども、ただあの一度ねあの入ってきた知識もう一回学習すればスッと入りますので、そこまで労力かからないかと思います。もちろん今年受験される方、今年受験される方も最新の知識がねしっかり入っておりますので、まあ、せっかくですからねその知識宅建だけで使うのではなくて、同じルールですから賃貸不動産経営管理士の方にもぜひね役立てていただきたいなと思うんですけど、まあ、そういった形で両方の試験と、まあ、被ると言いますか両方の試験に出題されるものとしましては、今表示しているものが、まあ、メインかなと思いますね。例えば賃貸借関係、これ非常に親和性が高くてですね、昨年に関しては8問の出題になったんですけれども、これもねちょっと宅建と違ってまだここの内容で何問、この法律で何問っていう風に明確にバチッとこう決まっているわけではないので、まあおおよそではあるんですけれども、賃貸借関係で昨年は8問の出題でした。かなりねこれはあの親和性が高いといいますか重複しておりますので、まあ、あの重複している部分に関してはそこまで学習しなくてもいいかなっていうところなんですが、ただこのあたりあのサブリース住宅標準契約書とかね、あとはですね宅建だと委任あるいはの受け負いとか、このあたりに関してはあまりこうメインでがっつりやっている部分ではありませんので、そのあたりのちょっと肉付けが必要になるかなっていうところではありますね。続きまして管理の受託ということで、管理業法と賃貸住宅標準管理受託契約書という、まあ、聞き慣れない、ね、あのものが出てくるんですけれども、まあ、これがあの先ほど言った賃貸住宅管理業法という、まあ、新しく、ね、できた法律なんですね。でこれに関しては、まあ、今まであの宅建と親和性丸ってなってるんですけど、じゃあ勉強してたかっていうと、まあ、勉強はしていないわけなんです。勉強はしてないんだけれども、まあ、イメージとしてはですよ、ちょっともちろん違うけど、宅建業法っていうのは宅建業者が宅建業のね取引をする場合に、あれやっちゃダメこれやっちゃダメみたいな感じでね、まあ、いろいろとこう決めてるわけでしょ。まあ、それと同じような、まあ、形でその賃貸住宅管理業をする業者に対しても、その管理業をするときにはあれやっちゃダメこれやっちゃダメこういう流れでこういう書類を作ってみたいなねものをまあ定めていたりするわけですから、まあ、とっつきやすいかなというところではありますね。はい、そして3ページ、はい3ページ、ここからはあのサブリースというものが出てくるんですけど、サブリースはですね実際に賃貸借ですとか、あと借地借家法の借家ルールなどで割とねしっかり学習してらっしゃる方多いんじゃないかなと思います。まあ、要はあの転貸借のことなんですけど、その管理業法としましては管理受託だけじゃなくて、管理受託っていうのは大家さんからその管理についてお預かりしていく、まあ、業務としてお預かりしていく。でもねそれだけじゃなくって、大家さんから一括で借り上げたものについてさらに転貸しますよっていう、そのサブリース方式っていうんですが、サブリース方式についても
賃貸住宅管理業法は、まあ、いろいろと言っている部分があるんですね。まあ、それについても出てきます。ただやっぱり、借地借家法や賃貸借なのでベースを、ね、しっかり理解されていると思いますので、これは、ね、とっつきやすいんじゃないかなというところですね。はい、そして管理実務や金銭管理等に関してはちょっとこう親和性で言うと、どうかしらっていう部分とものすごくこう被ってくると言いますか、分かりやすい、あの宅建の知識がある方だとスッと入ってくる部分があったりしますので、まあ、そこで言うとものによるので、ご自身が知識としてまあスッと入ってくるものなのか、それとも新規でねがっつり勉強しないといけないものなのかっていうのは早い段階で見定めることが必要かと思います。特にあの会計に関しては本当にね、割とこう最近テキストなどにも載り始めて出題の、ね、範囲に含まれてきた部分になりますので、まだねあまり過去問がここにもありますけどないんですよ。だからどれくらいの深さの知識が問われるかっていうのがちょっとわからない部分もありますので、こういうのはあの模試とかね、あとはまあスクールとかを活用してしっかりね対策をしていく必要があるかと思います。ちょっとこの辺がね独学だとあの手薄になるかなっていうような不安な部分になりますね。そして維持保全に関してですが、維持保全はですね、あの宅建の知識だとちょっとこうあまり被らない、あまりというかほぼ被らない部分になりますので、建築法令はね、法令はちょっと被ってくるんですけど、それ以外はなかなか被らないところがありますので、逆にと言いますか、マンション管理試験ですとか管理業務主任者試験で知識がある方にとってはこれはね非常にあの解きやすい部分になってくるんじゃないかなと思います。まあ、ただあの全体的に共通して言えるのが、まあ、一番下にもあるんですけど、苦手科目をねあんまり作らない方がいいです。というのもざーっとご紹介してきたんですけど、あのここはあんまり出ませんよ、あんまりやらなくてもいいですよみたいなところが、今現在だとあまりこうここはいらないですっていう風に明確になっている部分が少ないの でやっぱりあの変動する可能性もありますから、ここちょっと苦手だから置いておこうっていう風にしてしまった部分が、もしかしたらその年の出題でちょっとメインになってきたりとかね、そういう可能性ももちろんあるので、ちょっとね苦手科目をあんまり作らないようにまんべんなく学習をしていくっていう、まあ、スケジュールを立てることですねが重要になってくるかなと思います。そしてさらに4ページ、その宅建業法と、あと先ほどちらっとご紹介した賃貸住宅管理業法っていうのは、まあ、割とこうイメージとしては似通っているんですよっていうのお話でしたが、まず用語の違いとしては、ほら宅建業法は業者と宅建士、そして賃貸住宅管理業法はですね、まあ、同じく業者と、あと業務管理者っていうのが出てきて、で業者に関しては賃貸住宅管理業者、そして管理者は業務管理者っていうふうに言うんですが、この業務管理者は、まあ、基本的には賃貸不動産経営管理士の方がなるようなポジションです。賃貸住宅の管理について、まあ、指揮監督をしたり、ね、するような、まあ、要は簡単に言うと偉いポジションになるんですけれども、になるためには原則、賃貸不動産経営管理士になる必要があるということになるわけなんですね。そしてじゃあその賃貸不動産経営管理士なんですけれども、業務管理者、要は偉いポジションの人として選任されるためには、まあ、基本的にはこの資格を持っていることっていうのがまず要求されてきます。もちろん別のルートもねあるんですけれども、今回は賃貸管理士になるという前提で見ていきます。どちらも登録を受ける、ね、まあ、登録受けた後にもちろんね宅建師匠をもらうとかそういうね一連の流れはあるんだけど、登録制度が両方ともあって、重要事項説明書っていうのがこちらも用意されているわけでございます。そして宅建士の場合、重要事項の対象っていうのは売買とか、あとは貸借とかね、まあ、そういったものが対象なんですが、こっちの賃貸不動産経営管理士でいうところの重要事項の説明っていうのは、管理受託契約、そして特定賃貸借契約というようなものが出てきます。さらに業者、両方とも業者ですねに関しては、あの1点最大の違いとしては宅建業者免許制なんですよ。そして賃貸住宅管理業者登録制度なんですね。登録を受けなければな、一定の場合は登録を受けなければならないというのは登録を義務付けているというようなルールになっております。はい、ちなみにこの
賃貸住宅管理業法がどういった取引を対象としているのか。ほら、宅建業法に関してはちょっと宅建士のところにね書いてあるんですけど、売買とか貸借とかあとは交換とかを対象にしていたわけですが、この賃貸住宅管理業法の場合は管理住宅っていうものと、そしてサブリース方式っていうものが用意されていて、先ほど言った管理住宅っていうのはその大家さんから管理頼むわって言われてお任せくださいっていうパターンですね。一方のサブリース方式っていうのは大元のまあ物件の所有者の方だから、これが現賃貸人、ここが現賃貸借契約、かっこよく言うとマスターリース契約、そのマスターリース契約で借り上げたものをサブリース業者がこれをさらに転貸する、でエンドユーザーが使うみたいな構図になっている。この両方について規制を加えているわけでございます。ところで先ほど管理受託、管理受託、大家さんから管理を受託する、特定賃貸借契約、特定賃貸借契約、要はこのマスターリース契約でこの不動産の所有者である現賃貸人から賃借人として借りるとき、借りる、これが特定賃貸借契約というふうに言われまして、この時に要は重要事項の説明というのが、まあ、出てくるということになるわけでございます。まあ、おおよそ全体図としましてはこのような形で、要は宅建業者の場合の宅建業法上の取引って言ったら売買とか交換なんですけれども、賃貸不動産経営管理士のその賃貸住宅管理業法では管理住宅方式っていうのとサブリース方式っていうのが2本の柱になってくるということです。そしてここからはですね、この5ページ以降なんですが、はい、宅建士と賃貸不動産経営管理士の過去問をちょっと比較しておきたいと思います。まあ、今回ご用意しているメインの内容としては賃貸借の終了と更新、そして敷金引き継がれるの引き継がれないのっていう部分になるんですけれども、まずね、もしかしたら今宅建の学習していらっしゃる方で使ってるよっていう方いるかもしれないんですけど、レックの宅建の過去問題集、ウォークモン過去問題集っていうのがあるんですけど、そのウォークモン過去問題集の、権利関係の問いの117番を今回用意してみました。はい、ちょっと見ていただきますと、これ実際に2021年の10月で出題されている問題なんですけど、A さんを賃貸人、 B さんを賃借人として建物の賃貸借契約が締結されました。正しいものどれでしょうかっていう問題なんですが、正解者がね、はい、2番が正解者になるんですね。賃貸不動産が譲渡された時の話で、ちょっと2番さらっとご紹介しておきますと、こう建物が B に引き渡されました、こう建物の所有権が A から C に移転しましたと。つまり今賃借人がそこに住んでいます。こう建物に B さんが賃貸でお借りして暮らしています。暮らしている時にそのこう建物の所有者の A さんがこの建物を俗に言うところのオーナーチェンジ、オーナーチェンジってね、業界では言うんですけど、オーナーチェンジをして、まあ要は A さんが譲渡したわけですね。そしてそのこう建物を C さんが買ったわけです。そうすると A さんがこのこう建物についての譲り渡し人となりまして、 C さんがこのこう建物についての譲り受け人ということになるんですけれども、この時 B さんが元の所有者であり大家さんである A さんに支払っていた敷金に関しての権利義務っていうのはどうなりますかっていう話で、まあ、もちろん B と A の間で一部敷金からね、相殺しないといけないような、相殺といいますか、敷金から引かなければならないような何かしらの未払い賃料とか、あとは遅延損害金とか、そういうのがある場合には当然敷金が充当されるんだけど、その B の A に対する未払い賃料、債務に充当された後の残額については譲り受け人である新しいオーナーの C に承継されるよって言ってて、これはもちろんその通りで丸になる。どういうことかというと、その敷金の受け継がれる受け継がれない、承継される承継されないの問題点っていうのはオーナーチェンジなのか、それとも、まあ、こういうふうに言う人がいるかちょっとあれですけど、ユーザーチェンジ、借り主の変更なのか。借り主の変更っていうのは要は賃借権の譲渡です。賃借権、自分が借りてるという権利を他の人に譲る、賃借権の譲渡。
でユーザーチェンジが行われた場合に敷金受け継がれるの受け継がれないのって話です。これちょっとご存知なかった方は、あの賃貸不動産経営管理士に限らず、今やってるので宅建ですからね、今ご紹介しているのは宅建のね過去問なんですけど、宅建でもかなり重要なのでしっかり覚えておいていただきたいと思います。オーナーチェンジは、オーナーチェンジは貸主の地位が譲り渡される場合は敷金に関しての権利義務は承継される。今度ユーザーチェンジ、借主の立場が別の人に譲り渡される、借主が変更になる場合、借主が変更になる場合は敷金に関する権利義務は原則承継されない。ここの違いがあります。じゃあ今回はそのオーナーチェンジなのか、それともユーザーチェンジ、借主の変更なのか、どっちでしょうか。今回はオーナーチェンジの方ですよね。だから賃貸人たる地位が譲り渡し人から譲り受け人に移転しましたって言ってるから、旧大家さんから新大家さんに敷金に関しての権利義務は承継されますよね。まあ、こういう内容を宅建では学習していくわけです。では続きまして、賃貸管理士の方に移っていきたいんですが、例えばページとしてはですね、ページというか敷金の問題がねあると思います。敷金の問題をご紹介しておきたいと思います。敷金の問題56ページ、はい、今お見せしておりますのは、あの今年実際に賃貸管理士の、学習で皆さんに使っていただく方が多いと思うんですけれども、あのレックでね勉強しよう、レックの教材で勉強しようっていう方は、今お見せしているのはですね、賃貸不動産経営管理士の合格の取説っていうものの、過去問の56ページの敷金という問題をご紹介しています。これ実際に2021年度の、本試験問題で出題されているものなんですけど、敷金に関して最も適切なものはどれでしょうかというような話で、正解詞がね今度3番になるんですね。3番、じゃあその3番どういう内容なのかちょっと見ておきましょう。すみません、ちょっと若干あの印刷したのでもしかしたらちょっと薄いかもしれないんですけど読んできますね。はい。貸主が建物を借主に引き渡した後、第三者に当該建物売却、所有権移転登記を完了した場合、特段の事情がなければ敷金に関する権利義務は当然第三者に承継。第三者っていう言い回しがちょっとうーんっていう風になるかもしれないんですけど、でもこれ結局のところさっきのあの宅建の過去問でご紹介したのと全く同じこと聞かれてるんですよ。解説のところの3番です。不動産の賃貸借の対抗要件備えた場合、その不動産が譲渡された時、不動産の賃貸人たる地位は原則譲り受け人に移転する。そして賃貸人たる地位が譲り受け人だから買った新しい大家さんですね、その承継人に移転した時は、費用の償還にかかる債務及び敷金の返還に関する債務は譲り受け人またはその承継人が承継する。まあ、これちょっと難しい言い方なんだけど、まあ、従ってでざっくりまとめられてるんですが、貸主が建物を借主に引き渡した後ってことは、これ借地借家法の内容なんですが、借地借家法の借家ルールによるところ、借主の、私が借りてます、私が賃借人ですっていうその賃借権の対抗要件っていうのは、民法だと賃借権の登記、でも賃借権の登記って入れさせてくれるオーナーあんまりいないから、でしかも賃借権っていうのはあくまでも債権であって、その大家さんが賃借権の登記に協力する義務はないんですよ。ないから大家さんが賃借権の登記嫌ですって言ったらもうそれで終わりなので、ね、入れられないんですよ。だから民法のその対抗力だと借主ちょっと弱いので、借地借家法で引き渡し、だから鍵の受領ですね、鍵渡しが済んでたら借主はその建物の借主であるっていうことについて第三者に対抗力を持つんだっていうルールが用意されてるんですが、ってことは、まあ、建物を借主に引き渡した後っていうことは、この借主は対抗力を備えているということです。借主が対抗力を備えた後、第三者にこの貸主が建物を売っちゃいましたっていうことは、譲り渡し人、譲り受け人っていうのが出てくるわけですね。そしたらその
所有権移転登記完了した場合、特段の事情がない限り、敷金に関する権利義務は譲り渡し人から譲り受け人に対して当然に承継されますよっていうのは、先ほどご紹介した内容そのまんまでしょ。こちらかな。はい、先ほどですね、この宅建の過去問の正解詞ですよ、これがっていうので、賃貸不動産譲渡されました、賃貸人たる地位が譲り渡し人から譲り受け人に移転した場合に関しては、敷金の返還に関する債務は譲り受け人が承継しますって言ってますよね。ってことで、もうそのまんまなんですよ。同じ論点で、しかも両方とも正解詞みたいなのが当然まあ出てくるということになるんですね。これ偶然というか、あえて選んでるんですけど、2021年度の問題ですよ、両方ともね、というような形で。だからその2021年に例えば宅建の勉強もしていて、でしかもそのまま約1ヶ月後に賃貸不動産経営管理士も受験しましたよみたいな方は、わ、全く同じのが出てるみたいな感じで、ね、ラッキーっていう風になったはずなんですね。この敷金に関して、もちろん宅建でね学習されてる方は当然ご存知だと思うんだけれども、実際に賃貸不動産経営管理士で、どういった、ね、テキストを使ってどうやって学習をしていくかということで軽く、ね、ご紹介をしておきたいと思います。今ですね、このテキストの24ページのものをお見せしているんですけど、これも、2023年度版の合格の取説っていう、ね、ものを使っております。で、敷金に関しては非常にこのテキスト、ね、すっごい分かりやすくて、ポイントを、ね、サクッと教えてくれています。でさらに図解がね豊富です。図解が豊富です。だから大家さんと借主の方との関係で、これはどう考えてもダメだろうみたいなのが一目瞭然でしょ。ほら、大家さんが家賃払ってって言ってきた時に、借主がね敷金預けてるからって言って、大家さんの ごめん今月なんか遊びすぎちゃって、でもクレジットカードもすっごい使っちゃったから、ほら前お預けした敷金、敷金からさ、ちょっとこう今月分のやつちょっと払ってお願いみたいなことが、じゃあ言えるのかって言っても、そんな言えるわけないだろうってことで、罰でしょ。だから敷金に関しての、どういう性質なのかっていうものに関しても、こんな感じでね、くすっと笑えるような図解が多いですから、非常に楽しく、そして分かりやすく、入れていけるんじゃないかなと思いますね。例えば、もう少しね、しっかりとした内容としましては、先ほどお話ししていた敷金の承継に関しても、この図で見れば一目瞭然でしょ。例えば先ほどの、宅建の過去問も賃貸管理士の過去問も共通ですけれども、賃貸人が変わった場合っていうのが両方とも正解詞になってましたよね。そうするとほら、賃貸人の地位が承継された場合は敷金は承継されるけど、賃借人の地位が承継されましたっていう場合は、原則特約とかね別段の事情があればあれですけれども、原則新しい借主には敷金関係は承継されないんですよっていうような形で、さまざまなね記載があったりしました。はい、そしてあとはそうですね、テキストで特徴があるところとしましては、例えば27ページあたり、賃貸借の終了と更新というねところなんですけれども、あるねルールがあって、借地借家法のルールだと期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新をしないっていう通知をお互い出さなかったのであれば、そのまま更新扱いで、法定更新だから期間の定めのない契約でだらっと続いていく、今後はね、みたいなルールがあったりするんですね。でそれに関しても文章だけだとちょっとイメージ湧きにくいところを、28ページやっぱりね合格の取説非常に図解が豊富なので、こんな感じで時間軸でね、きちっとここからここまでの間に更新拒絶の通知をしなかった場合には更新になるんですよというような形で、まとめがありますので、分かりやすいんじゃないかなというところでございます。あとはそうですね、少しレジュメ進めていただきまして、他にもいくつかね過去問ご用意はありますけれども、はい、19ページ、最後に皆さんが今回こちらの動画を見ていただいている、最大の目的といいますか理由は
宅建試験勉強しながら果たして賃貸管理士も狙えるのか、これ結構生講座とかでね、宅建の生講座とかでお会いする方からもいろいろとご相談いただくことが多いんですけど、まず一つの答えとしては、必ず狙えます。絶対に受かるとはちょっと言えないのでね、あれですけど、余裕があるかないかでいくと35日もありますので、十分合格は狙えます。ただやっぱり計画的に進めていかないといけませんので、10月15日の宅建試験が終わりましたら、もう直ちに次の日からまた勉強をね、気を取り直して勉強を始めていただきまして、インプットと過去問一周目進めていただきたいんですね。でさらに次の週からは問題集などもしっかり取り組む、予想問題集も取り組みつつ、まだね、歴史が浅い試験ですから、しっかり予想したね、予備校が使っている問題集なども活用していただく必要があるっていうのは、正直ね、大事かなと思います。そういったような形でしっかりね、1週間ごとの計画を立てていった上で、どんどんね、知識を入れていっていただきまして、本当に日は短いんですけれども、11月の19日までにはできれば過去問に3周していただいて、重要事項も総復習した上で本試験っていう風に進んでいっていただきたいと思います。はい、そして20ページ、最後はね、コースのご案内ということで、割引がございますので、早い段階でね、受験を決めていただく方が間違いなくお得ですよということで記載がございますので、チェックしていただければと思います。本当にね、賃貸管理士試験も受験される方、受験しようって決めてる方結構多いと思うんですけれども、宅建試験勉強している時も、これは賃貸管理士にも関連してくるだろうなみたいな感じでね、当たりをつけていくと、勉強も10月15日で終わっちゃって、そこでなんとなく勉強しなくていいけど時間余っちゃったらどうしようみたいなね、今までほら1日2時間とか人によっては3時間とか学習してたところが空いちゃうっていうのも、なかなかね、そうそうして落ち着かなかったりすることもあると思いますから、もう10月の15日から先の賃貸不動産経営管理士のね、受験も早いうちに決めておいていただくといいんじゃないかなというふうに考えております。はい、ではおよそ30分あっという間ではございましたけれども、2023年の合格目標ということで、夏から始める一発合格学習プラン、宅建知識を生かして効率学習と題しまして、賃貸不動産経営管理士についてお話をさせていただきました。ぜひね、今年宅建も賃貸管理士も合格をつかみ取っていただきたいと思います。それではお疲れ様でした。